浜田、松本、遠藤、田中、アウト。遠藤何やってんの？演技物語。こんにちは、こんばんは。僕ら演技物というグループで活動しているイシャモン天下と恵比寿アモンと福禄小次郎と大黒天しずきです。イエーイ。本日挑戦しますのはこちら、演技物の笑ってはいけない選手権。イエーイ。笑ってはいけない？そう、笑ったらお尻をパンって叩かれちゃうんだぜ。叩くのなら任せとき。違うので、ルールを説明していくよ。まず、面白指令が書かれたあちらのカードを引きます。その指令に従って行動してもらい、笑った人数かける1ポイントをゲット。よー、なるほど、なるほど。一通りみんな2回ずつやって、最終ポイントが一番低かった人が罰ゲーム。もうなんかさ、罰ゲーム多くない？てか、今までずっと罰ゲームやってんの天下じゃない？ほんとだ。だからそろそろ他のメンバーにも罰ゲームやってもらいたいし、もう負けないもんね。おーおー、頑張れ天下。俺も絶対負けねえ。なんかよくわかんねえな。さて、今回用意した罰ゲームはこれです。見てくれているみんながキュンキュンするような甘い言葉を言ってもらおうと思うので、よろしく。マジで最悪。罰ゲームでもなんでもないやん。できるこんな。小次郎自信満々だね。よし、じゃあ早速やっていきましょう。演技物語。じゃあ小次郎から順番に行こうか。おお、俺からか。やったろやないかい。カードを引いて、そこに書かれた面白指令をやって、みんなを笑わせたらええんやな。そう。じゃあ引くで。これで笑わせるか。なるほどね。それでは参りましょう。小次郎です、お願いします。私の世界はあなただけのもの。すすすすは、はいはいはい、どういうことで、わからない世界の新たな始まり。はい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 、終了。危ねえ。危ないし。危な。これ小次郎パワーすぎるよ。全力でオタゲーって書いてあったんやけど。オタゲーだったのか。なるほどな。福野君ゼロポイントで。最悪や。それでは次、アモン行ってみよう。俺。オッケー。それではアモンお願いします。終了。笑ったんじゃない？笑っちゃったよ。悔しいけどちょっと面白かったよ。アモンのお題は？俺のお題はゴリラの真似。ゴリラだったね。あれは結構笑ったよ。よし、じゃあ次 C 君行ってみよう。なるほど、これで笑わせるのはきついかもしれない。おそれでは参りましょう。 C 君お願いします。今のはすごかったね。しずき、お題は壁&綱引きパントマイム。あまりにも必死すぎて面白かったね。しずき1ポイントゲット。1ポイントゲット。じゃあ天下行こうか。見てくれてるみんなのためにも、もう僕は罰ゲームをするわけにはいかない。よし、これだ。セット。それじゃあ天下お願いします。これ何？生まれたての小鹿。生まれたての小鹿、ね、結構なカロリーを消費した気がする。はあ、どうだったかな。俺たち3人は
すごい優しい目で見守ってた。結果誰も笑わなかったんで0ポイント。小次郎悪いんじゃない。いや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 。演技物語ちょっとでも慣れてきたということでもう一回行ってみましょう。しゃ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 。また小次郎から行こうかな。行くで。これにしようかな。いいの引いたわ。おなんだ。それでは参りましょう。小次郎お願いします。すごい可愛い。なんかもうすんごい可愛い君。何この目とか。あーすんごい。なんかすごいな。あ可愛いわ。あめっちゃ可愛いわ。可愛いわ。すっごい可愛いわ。なあどうしたらいいかな。可愛いわな。あんたも可愛いよ。すっごい可愛い。みんなええわ。ビジュアルが、ビジュアルがいいこと。終了。なんだよ今の。おねえ言葉で人を褒めまくるっていう。そういうのもあるんだ。なかなか年上組に厳しいんだねこのチーム。とりあえず福くん0ポイントゲット。いや厳しい。次アモン行ってみよう。よし、まあ、ちょっと気楽にやろっかなこれで。うん、なんだなんだ、どんなお題引いたんだ。それでは参りましょう。アモンどうぞ。あのさ2連続ってすごいね。今回は猿だった。いやそうやろな。分かったわ。最初のインパクトすごかったね。またって言いそうだったもんね。ま、ということで0ポイント。厳しいな。でもあれ多分俺ずっと10秒ぐらいやられてたら笑ってたかもしれない。じゃあ次、C 君行ってみようか。こっちだ。それでは C 君です。参りましょう。どうぞ。何をしたいのかは分かった。え、ちなみにお題は尻文字でわら。あー漢字のわらだったか。なるほどね。ここも捨てやったのね。何書いてるんだろうっていうので、うん、これは伝わればよかったのか、これで笑わせればよかったのか分からなくて。笑わせればよかったんだよ。じゃあ無理だよ。じゃあ今回もゼロかな。面白くなかった。言うな。アモン言うな。やめてよ。まだ残ってるんだから決めてくれるよ。そうやね、任せてよ。これ次第で罰ゲーム決まるから、うん、任せて任せて、うん、じゃあ引きます。どうどう。頑張る。お頑張るだけ。それでは天下お願いします。どうぞ。僕の名前はビシャモン天下で中。僕の名前はビシャモン天下で中。僕の名前はビシャモン天下で中。終了。聞こえよ最後のお題。僕のお題は赤ちゃん言葉で早口言葉、私の名前は〇〇でちゅを3回でした。なるほどね。なるほど。でもじゃあアモは笑ってくれたってこと。うん、残念ながら笑っちゃった。やった。演技物語。えっ、あ、なんてなんてなんて。結果発表ということで、おまさかの小次郎が罰ゲーム決定です。イエーイ。まあ花からこんなん罰ゲームとちゃうからな。やってるわ。さすがだね。いいね。うわきついわ。まあということで先に動画を締めちゃうから、最後の最後に全力で読んでね。みんなは笑ってくれたかな。ハッシュタグ縁起物語とか縁起物とかで感想を教えてくれよな。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。せーの、 See you! またねー。バイバーイ。バイバーイ。縁起物、縁っていう感じあるじゃん。
ゆかりとも読むんだけどさ、君と僕が出会ったその意味だけでこの世界に俺がいる理由になると思うねんな。これからもお前たちと一緒に楽しい時間を過ごしていきたい。そのために俺たちのどんなつまらないギャグでも君たちだけは笑ってくれよな。愛してるぜ。カット。ああ素晴らしい。チャンネル登録してね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 。